皆さんおはようございます。今日はとても忙しい日になりそうです。機材を動かす業者さんが来る前に窓を全部開けてちょっと換気しておきます。今午前9時なんですが、もう今の時点でもうすごい暑いです。中山さんにお世話になります。多分この作業は1日かかりますか？1日かかると思います。今からみんなで最初ゴムマットから床から持って行って、そして後から機材を持っていく形になります。トラックに一応乗せれるものは乗せて、今から向こうのジムの方行って、床を引く作業を始めます。レゴ See you. See you. ニューカネキンジムへ移動終了。ここに置く機材は最終的な形じゃないので、まあ、結構使いやすいようには置くんですけど、結局他の機材、注文した機材が全部届いたらまた全部リアレンジします。もう床も全部ゴムマット注文してあるんですが、それも届くのが8月のまあ、中頃ぐらいになるかと思うので、それまではちょっとここで走行ジムをまたここで再現するような形で。Carry it like you mean it. はい、つないじゃっていいです。 Round 2。 今でかいスクワットラックとかラットブルとかケーブルマシン、重いやつをやっていきます。こちらのカーペットも、巻き始めました。朝ごはん食べてからちょっと時間経ってるので、2食目プロテインと、ココナッツオイルが少し入ってます。エンプティジムが空っぽになりました。まあ、作業がすごく早く進んでます。ちょっとここでランチ休憩してから、向こうの方にまた戻って終わらせます。ランチ休憩、ランチ休憩、ランチ休憩終了。乗ってきました。I know it's kind of good. プロテイン、こういう日はなんかプロテイン飲むのがすごく多くなりますね。ミオ4食目とりあえず終わりました。全く同じ機材をただちょっと違う風に並べただけなんですけど、この照明とエアコン、そして鏡があるだけで、いい感じです。これでもこれだけでも結構立派なジムに、なってます。でもまだまだ、機材は来ます。ありがとうございました。みんなで頑張ってやったおかげで、スムーズに終わりました。これから帰って、まあ、また食べてトレーニングして、また食べて、動画編集して食べて、そして寝ます。皆さん See you later。 何日か飛んでしまったんですけど、今からですね、夏の女性向けのアパレルをちょっと撮影するんですが、今日は特別なゲストに来てもらってます。りさこさん。りさこさんは普段何やってるんですか？私はダンスとかアクロバットとかなんかレッスン。とても多彩な方なので、インスタグラムチェックしてみてください。そして、マリちゃんが今日アシスタント。これがニューコアスポーツバーとレギン。まだ完成品ではないんですが、フィット感とかサイズ感はもう完成なので。
写真撮影が無事終了したんですが、梨紗子さん、せっかくいるので、なんか、自分のチャンネルって女性の視聴者、パーセンテージではかなり少ないんですが、まあ、実際の人数にしてみると、まあまあいるので、なんかその女性に向けたなんかおすすめな種目とかあれば。私はいつもカネキンさんの YouTube でやってるような、なんて言うんだろう、大会とかの人たちのトレーニングというよりかは、普通の女の子がお家でできるようなのを、やってもいいですか？あ、いいですよ。逆にそっちの方がなんか珍しいので、本当ですか？ありがたいです。じゃあ自分も やってみます。なんか3つあって、これはお尻のトレーニングなんですけど、1人でやるやつか。Okay. は立ってやるやつはなんかこういうところも教えてもらったやつなんですけど、なんかこうやって骨盤を折ってスクワットみたいな状態で、そうです、お尻をこうやってクリッて上げて、で胸を張ったまま、でこの骨盤が前に来ないように私はこうやって手で押さえます。でこのまま右に1、2、1、左に2、そうです。そしたら前に4本、3、4、後ろに1、2、3、4。これはもう筋肉がある人はバンド使ってやったらいいし、はい、ない人はこのままやっても分かると思います。このお尻の上の筋肉、はい、さっきの動きが一通りのワンレッグ。それを普段何回ぐらいやるんですか、その連続で。私はこの膝とここにつけるんですけど、はい、それだと結構きついので、なんだろうな、これを10回で3セットくらい。結構きついと思います。やってみますか？やってみます。せっかくな、なんかあんまり、なんだろう、膝を下ろすというよりかはお辞儀をする。あ、お辞儀。はい、いきます。せーの、1、2、左1、2、前に1、2、3、4 1、2、3、4。前向いてください。左1、2、前1、2、3、4 1、2、3、4。あと3セットいきます。はい。マジか。そう、やりながら喋ってもいいですか？なんかこれは足の幅よりもお尻をちゃんと上に上げること。なるほど。あと2回。これ家でもできます。そうですね、はい。っていうのはプラス5セットいつもやります。疲れましたか？意外と普段やらないんで。そうですね、バンドでやるとすごいきます。これバンドでやると多分かなりきついやつだと思います、うん、こうやって下向いたらこうなりやすいから、いつも私は結構顎を上向きでやります、もう一個これだけで動画になっちゃうじゃないですか。こんな感じで上半身リラックスするのが大事で、っていうのはなんか上半身に力入れたら この辺がに、なんだろう、使ってしまう、からこっちリラックスして、で膝を床につけたらそのまま上げる。こんな感じ。ああ、絶対自分に似合わない動き。これはなんかきつくなるまで多分ずっとできます。ん？膝つけるじゃないですか。ああ、こっちを伸ばして膝をつけて、そして反対は膝上上げて、そうです。そうです。確かに。できる人はなんか膝が自分の方に向くやん。自分の方に。こっちに向く。前じゃなくてこっちに向くやん。これすごい、なんていうの、お尻の外側にすごい入ります。あ、こういうとか。あ、そうです、そうです。で、なんでこの動きがいいかっていうと、女の人っていうか日本人は特にこの横顔が太くなりやすいので。ここをストレッチさせる意味もあって、これがすごい大事。別世界。あとなんかもう一種目あって、もう一種目は2人でやるかバンド使ってやるかがいいんですけど、私が押すので一回下に行ってください。で一回なんかやってみます。こんな感じで、こうやってただ上げてくださいの時に、そうです、膝を上げるんじゃなくてお尻を締めて、なんかその力で上がってくれるんです。ヒップアブダクション。これも上半身をリラックスして。上半身をリラックス。そうです。そして。で、そうです、そうです。もうなんか上の人は結構全力で押す。で、上がったらずっと上げ切ってください。上げ切るっていうのは、下げないで。Okay. 私が押すから。そうです、そうです。こんな感じ。
あマシンよりきつい。で、上げるときはちょっと軽くしてちゃんと上げ切るところまでいったら最後はなんか全力で押すような感じ。こんな感じで。あこんな感じです。めちゃくちゃきつい。でもこういうのも工夫、まあ、工夫すれば家でも全然、まあ、いいトレーニングできます。なんか私はあの仕事柄多分モデルの子とかタレントの子とかにあの教えさせてもらったりすることが多くて、そうするとやっぱりなんだろう、ダンベルとかでやるとまだ若いしなんかちょっとしんどかったりあの筋肉がつくかもしれないっていう心配、まあ、そんなにつかないけど、うん、っていうのがあるから、うん、こういうのをあの細かくやっていってます。結局最初はそうです、こういう動きから入っていって、こういうのも、ね、そういったバンドをつけたりそういった補助をつけたりすることによって自重でもかなり、まあ、ハードなところができるので、梨紗子さんはインスタグラムやってるので皆さんお願いします。飛んでください。お願いします。一度家に帰って食べて、そしてまたジムに向かって今度は自分のトレーニングやります。運転上手だねマリちゃん。ちょっとOK、トレーニングも始まっちゃってるんですけど、映像で見せるコーデオントレーニングは今回が初めてとなります。何度かもうここでトレーニングやってます。で、背中トレを何種目か終わって今から腕トレやります。で、何度も言うように感じるかもしれないんですけど、自分は腕が弱点です。別に腕が単体でなんかものすごい細いとかじゃないんですけど、体の他の部分と比較してやっぱり小さいので、強化している部分ではあります。で、最終的な目標が完璧なバランスのあるフィジークなので、まあ、それはたどり着くたどり着かないはまた別として、まあ、目標がそれなので、例えばウエストがちょっとぐらい太くても肩胸をでっかくしていけばウエストが細く見えたりもしますし、逆に腕がめちゃくちゃでかい人でも肩がちょっと小さいとなんかバランスが悪かったり、フィジークで最終的にあの選手から求められるのはバランスなので、なので自分はよくサイズよりバランスで言うんですが、別にサイズが欲しくないとかではありません。フィジークの大会に勝つためには最低限のバルクはもちろん必要です。でもそれは当たり前のこと、最低限のバルク、そして最低限の絞り、それはもう当たり前のこと。それがあってからの審査なので、そこからさらにどんどん上行くためには、バランスがとても大事になってきます。OK、最初の2種目はこのロープを使ったトライセッププッシュダウンやってからのそちらでのダンベル使ったバイセップカールです。で、今日は別にハウトゥー動画ではないんですけど、まあ、簡単に自分のやり方を説明します。ロープを両手で握って一歩ぐらい前に下がって、そしてロープを下に引きます。で、ここからスタートせずに肩を後ろに引きます。で、ここからスタートして締めます。締めると同時に、手を少しプロネイトします。手をプロネート、こっちにひねります。3頭のこの外の部分が、ターゲットできます。で、こちらで20レップほどやったらすぐにこちらの方に来て、今度はダンベルのオルタネイトバイセップカールです。自分はダンベルの結構上の方を握ります。スピネートするときはなるべくダンベルの上の方を握ります。なぜかというと、このスピネートするのが難しくなるから。難しくするのがやっぱり筋肥大のまあ、コツの一つでもあるので、打ち上げて手首を外にひねる、そしてゆっくり下ろす、上げる、ゆっくり下ろす。この上げる動作がコンセントリックの動きが1だったらエクセントリックマイナス動きが1、2、3ぐらいを意識する。1、1、2、3、1、1、2、3。筋肥大を重視しているならエクセントリックの動きを大事にした方がいいです。自分はどの種目やっててもそうしてます。 OK、 早速最初の2種目やりましょう。Touchdown and he throw DP and me bro about to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the people, everybody geeks yo. Need to get go with an extreme need to see six midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the people, yo. Everybody's getting geek bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club. なんですけど、今日の腕トレは全部スーパーセットで組んでます。
で結構重量設定軽いんですけど、マイナスの動きを重視するだけでかなり疲れます、はい。2つ目のスーパーセットはこのロープを使ったトライステップエクステンション。何歩か前の方に出て体を倒し、ちょっと倒して肘を中にこうやって絞った方がいいんですけど、ちょっと自分は肘とかの怪我の関係で、まあ、ちょっと外に向けてます。でここからの方に手首を決めます。これは、トライセップの今度はこの中の部分ですね、このロングヘッドを、ターゲットした種目です。でそれが終わったらすぐにこちらの方に来て、そうですね、あんまり重くなくてもいいんですよね、多分6、7キロぐらいで7キロぐらいでもいいかもしれないです。ここで今度はバイセップスの、ストレッチを狙って体をこうやって後ろに倒して、肩を後ろに下げてここからスタートします。で多少上で手首をスピネットします。でスーパーセットとスーパーセットの間には45秒ぐらい休憩入っています、まあ、結局その次の種目を準備する時間ですね。やりましょう。Turn the club into a freak show.もうパンパンになり始めてます、ここで最後のスーパーセットになります。こちらのベンチでディップスやります。手のひらをベンチにつけて体を少し前の方に持ってきて、手首をちょっと中にひねった方が肘に優しいかもしれないです。でここから体を下に下ろしていって、また力強く押し上げます。でまたこれも20レップぐらいやります。20レップが簡単すぎるならマイナス動きをまたもっともっと長くしていって難しくしていきましょう。でそれが終わったらすぐにこちらの方に来て、今度はスパイダーカールです。両手同時にやります。肘がこうやって前の方に来て、そしてここからこのまま多少スピネートはするんですけど、それよりも、まあ、ガンガンパンプを追う感じです。最後のスーパーセット集中していきましょう。Look at Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova. I'm the ringmaster, this my tabernacle. See you screaming, I'm like, what for? Are you popping? Yeah, I got popcorn. I've been wake up on the wrong lawn, so we won't stop. It's a lost cause. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club.以上スーパーセットを3つやりました。でもう一人言うんですけど、マイナスの動きとても大事です。大事にしていきましょう。で、自分は1週間に腕トレを2回やってるんですけど、1回はもうちょっと重い日、ストレートバーでのナローベンチとかイージーバーを使った多めの、スカルクラッシャーの後にパンプ種目を、まあ、少しだけの日が1つ、もう1つは今日みたいにスーパーセットでガンガンパンプを追うような日を設けています。まあ、いろんなアプローチがあるので、まあ、いろんなトレーニングを試してみて、自分なりに解釈して自分のスタイルを、作っていくのが一番楽しくて、まあ、一番続くんじゃないかと思います。まあ、今回の動画はいろいろなんか場面が飛んだりしたんですが、皆さん最後まで見てくれて Thank you very much。 大会まで残り6週間かな、うん、6週間ぐらいです。何も妥協せずに、しっかり、皆さんに過去最高の自分のフィジークを必ず見せます。最後まで動画を見てくれて Thank you very much. Work hard. See results. Thanks for watching. And I'll see you again soon. ここだけだからいつとの tonight. I'll make up